行きたい場所ある？ココロ。そうだな。それは。いいね。作ろう。それ作ろう。
それにしっかり。どれを使う？このどれを使う？よし、それにしましょう。任せといたな。材料かな。どれにしようかな。これをつかな。材料をつく。よし、できた。いいね。ごめんなさい。そのいや、何を作ろうかな。どんなレイアウトがいいかな。いや、うん、はあ、そうだな。え、うある？それってそうだな。そうだ！
なんか元気なさそうだけど大丈夫？実は相談したいことがあって。今時間いいかな？もちろんいいよ。相談って何？できれば二人きりで話したくて。一緒に来てくれる？この間ここで話したこと覚えてる？もちろん。もしかして相談ってそのことと関係ある？うん、あの話の続きっていうのかな。あれからいろいろ考えてたの。志保ちゃんと別れた時に約束したこと。一人で抱え込まずに周りを頼るって話？それもそうだけど、もう一つ、周りを頼るだけじゃなくて、困っている人がいたら今度は自分から手を差し伸べる。そう約束したんだ。そういえばそれがリフレクターになったきっかけだって。私は確かに変われたかもしれないけど、人に手を差し伸べるだけの強さはまだないなって。どうやったら強くなれるんだろうって、そんなことをずっと考えてたらモヤモヤしてきて。それで私に相談を？うん。私からしたら逆に聞きたいくらいだよ。心はどうしてそんなに強いんだろうって。私がこの場所に来て突然のことに戸惑ってた時、最初に手を差し伸べてくれたのは心だったじゃん。あ、心はきっと自分自身が思ってるよりずっとずっと強いよ。それでも不安なら私が手を引いてあげる。だから私が困った時はまた心が助けてよ。そうやってさ、一緒に助け合ったらいいんじゃない？
そうだね。うん。青ちゃん、ありがとう。うん、元気になった。私のこと、もっと知ってほしいのです。向き合うって決めたから。よし、いい感じ。よし、よし、よし。よし、
敵地はあった。それじゃあ、わかった。ええ。よし。よし。よし。気配、気を引き締めていこう。いつでも行ける。カゴ攻め時ね。行け。いつでもやれます。さあ
つでもいける。いつでもやる。攻め時ね。てい仕掛けます。さあここからが本番。攻め時ね。てい、いつでもやれます。よし、私の番。攻め時ね。てい、くらえ。私が支える。よし、私の番。カゴン、攻め時ね。無事に勝てたね。はあ、ええ、よし。ほほう、すごっ。それは、ありがとう。